髪よし、服よし、笑顔よし。でっかいなあ。まずは職員室に行って。で、職員室ってどこだ？登校時間間違えちゃった？まずい、初日から遅刻するわけにもいかないよな。あ、来た道を戻ればいいのかな？で、あれ？どっちから来たんだっけ？もしもーし。あ、そうだ、確か影のできる方向を見れば北がどっちかわかるって聞いたことが。影、影、あれ、どっち向いてたら北？はい、迷い猫ちゃん捕獲。君、よく一つのことに集中したら周りが見えなくなるタイプって言われるだろう。え、なんでわかるの？見てればわかるって。それで、君はどこの不法侵入者なのかな？不法侵入？違う、違います。怪しくないよ、全然怪しくないってば。はい、そうだね。つって話すと思うか？あの、本当、善良な一般市民なので。自分で言うか、善良って。ま、冗談はこのくらいにして、君が今日から赴任してくるっていう教育実習生くんかな？そうなんです。で、あれ、僕のこと知ってるの？履歴書をチラッと見たからな。確か豊芦原大学の大学院生だっけか。改めて、俺は八重垣昌司、この学校で古典を担当してる。ついでに君が受け持つことになる3年 B 組の担任兼君の指導教員だ。よろしくね。僕は、安住善です、よろしく。安住くんね。職員室はこっちだ、案内するよ。今日からこちらでお世話になります、安住善です。一生懸命頑張ります、よろしくお願いします。ようこそつくも学園へ。わかんないことは何でも遠慮なく聞いてくれ。はい、よろしくお願いします。八重垣先生。どうしたの、生田ちゃん、寂しくなって会いに来てくれたのか？用件は手短に済ませたいのですが。そう、つんけんすんなって。ほら、新人くんがビビってるっしょ。挨拶。3の B の副担任をしている生田周一です。担当教科は理科分野の物理です。よろしくお願いします。副担任って何ですか？君、教育実習で来たんですよね。それで副担任制を知らないというのは。あと教育実習っていうのもよくわからないんだけど、先生ってことでいいんだよね？ああ、安住、お前何言ってんだ？
僕は海外生活が長かったもので、まだ言葉自体に馴染みのないものが多いんです。なんだ、そういうわけね。そういや履歴書にもそんなこと書いてあったな。教育実習生はトレーニーティーチャー、君のように教員免許取得のため一時的に学校に赴任して実習を行う学生のことです。それから副担任はアシスタントクラスティーチャー、クラス担任の仕事を補佐する教員のこと。うちの学校じゃ教育実習生にも担任クラスを作ってホームルームなんかを受け持ってもらうことになってる。で、安住の担任は3の B、 つまり俺と生田ちゃんのクラスってことだ。要は俺ら3人でチーム3の B ってことだな。八重垣先生、先週配布した書類全員分揃いましたから、確認とハンコお願いします。もう揃ったか。1ヶ月くらいはかかると思ったけどな。さすが生田ちゃん、お疲れ。では僕は理科室にいますので。なんか慌ただしい人ですね。ああ、まあ生田ちゃんは忙しいからな、今は特にな。ま、いろんなことは教室で説明するから、とりあえずついてこい。噂なんかで聞いてるかもしれないが、うちのクラス、つがこの学園はな、ちょっとばかし元気な連中が多いんだよ。まあ噂と実態はそのいろいろ勝手が違うと思うけど、特に今は来週末にあるつくも祭、要は文化祭だな、それの準備でいつも以上に浮き足立っているような状態だ。文化祭ってお祭りのこと？なんだ、文化祭を知らないのか。英語だとスクールフェスティバル。あれだよね、裸でハッピーでふんどしで。なんちゃって。そんなお祭り学園であるわけないよね。いやー、僕もギャグが古かったかな。八重垣先生。何言ってんだよ、お前面白いな。ありがとう。つくも祭はそれなりにすごいぞ。ま、その分面倒なことも多いけどな。あ、頭は低くしといた方がいいぞ。何これ。なんだ、君はんぺん知らないの？はんぺん？魚のすり身に山芋を混ぜた加工品で。いや、あの、物がっていうか、なんで教室からはんぺんが飛んでくるのかっていう、そっちがわからないのですが。今日はラッキーだったな。色つくものだとな、服が大変なことになるからな。カレーとかナポリタンとか。カレー？ナポリタン？たく、食べ物を粗末にすんなってのは永遠のテーマだな。ちょっと意味がわからないんですけど。そういう時もあるってことだ。ま、教室に入る時は頭は低めにって覚えとけ。さあ、
安住先生、今日からここが君のクラスだ。初っ端ですからズバッと言っちゃってくださいな。静かにしなさい。ま、最初はそんなもんだ。八重垣先生、まあこんな動物園みたいなとこに放り込まれたら心細くもなるわな。お前ら静かにしろ。まあ慌てんな慌てんな、生徒は手強い存在ってことだ。一朝一夕じゃどうにもならねえぞ。しかし参ったな、これじゃあ紹介が。何やってんだよ。あんた誰？ノーミヤ、堂々と遅刻すんな。お前は重役か。すんませんした。おいおい、ちょっと待て。なんすか？なんすかじゃねえだろ。遅刻の原因は、野宮、後で遅刻届を提出しに来い。出ないと欠席扱いにすんぞ。そんじゃホームルーム始めるぞ。今日は新しい先生を紹介する。2週間お前たちの担任になってくれる教育実習生の安住先生だ。じゃあ安住先生、一言。今日からお世話になります安住善です。今日から2週間という短い期間ではありますが、よろしくお願いします。はい、握手。